さあ、それでは回収前のザントボルトがどんな感じだったのかっていうのをね、知っていきたいと思います。1コーナーがこんな感じです。今と全然違う、形は一緒だけど全然違う。パドックがよく見えますね。なんかすごいその辺のローカルサーキットみたいな感じで、この3コーナーもね、今と違ってバンクが全然ない。まあ、つい最近までね、F3 のレースとか行われてましたからね。この辺はレイアウト全く一緒ですね、今と。フェアとかが全然違って、もう普通にワンミスでクラッシュだろうっていう恐ろしさですね。あら、このサーキットのその良さ自体はまだね、全くこの辺レイアウト変わってないんで、当時のままということですね。ありますよね、外側に。あ、この縁石とかも全然違いますね。ここもあの今の方がだいぶ現代的。そしてこの13コーナー、13コーナー形は一緒だし、このランフィリアも同じですけど、このね、外側にあった岩山が今なくなってますかね。で、この最終コーナーが今はすごいバンクになってますが、当時はほとんどフラット、若干バンクついてるけど、まあ、ほぼフラットで走ってるっていう。まあ、これじゃあ前の車ピタッとついては走れないよねっていうことですね。まあ今のイグアマシンで走るともう他なすぎてもいいでしょうね。速度域がちょっと違いすぎるかな。
70年代のザントホルトは、まあ、今の、ね、グランドスタッド割と似た感じではありますけど、まあ、まだまだこの質素な感じのビットガレージ、そして1コーナーがなんとナオフェリアなしガードレールいきなりまあ今よりもバンクついてる、まあ、この方がダイナミックっちゃダイナミック、そして出口の縁石超高め、このね、このレイアウト自体は一緒ですからね、2コーナー、そして3コーナーも、まあでもランオフェリアなしで北にガードレールっていう、なかなか恐ろしい。そしてこの昔のね、縁石はもう踏むんじゃなくて、こっから先出るなっていう縁石なんですからね、この辺もだから4コーナー、5コーナーも縁石乗ったらもうおしまいですね、恐ろしい、縁石高すぎ。そしてこの6コーナーの先、7コーナーレイアウト一緒だけど、ちょっとガンフェリアない、怖い。で今はここから右に行きますが、当時はロングコース、左に曲がって右にいる曲がって、今よりも全然外側走ってますね。これよりも前はここに SG はこういうのはなかったんですけど、まあ、事故が起きたりなんかしたんでね、非常に危ないっていうことで、ちょっとこの辺が改修されてこのレイアウトになってますね。そして最終コーナー、今と似てますけど場所は全然違います。だいぶ手前から長いストレート、ね、これぐらいストレート長ければ今の F1 でも結構いい感じのレースできそうな気がするんですけど、まあね、今ちょっとコースレイアウトが短くなっちゃったんで、あれぐらいのストレートの長さがあるといいんですよね。というこの73年とかね、そのぐらいのもの、当時のザントホルトですね。こんな恐ろしいサーキット、ガードレール近すぎでしょうっていうね。さあそしてこれが1960年代、ホンダさんが F1 に参戦初めてした時、 RA271 64年にシェイクダウンをした頃のザントホルトですね。もうビットガレージもありません、もう藁が積んであります。グランドスタンドはこの当時からこんな感じですね。まあちょっとこのレンガ作りのちょっとしたガレージ的なのがねあって、まあ、メインストレートから何の柵もなく
白線引いてあるだけっていうね。昔のよくあるトレーンですね。シコーナーのレイアウトとかはね、先ほど見た70年代と同じですけど、あのガードレールすらないっていうね。普通にあのキャッチフェンスがあって、あのお客さんそこにいるっていう、どう考えても危ないでしょうっていう、こんなとこでレースしたのかっていう恐ろしい。3コーナーの外側もわら。わらが置いてあるだけっていうね。まあそれぐらい、まあ当時のね車のスピード域も今とは全然違うんで、単純比較はできないわけですけど、この辺とかもこのウィングがなかったこの葉巻型の頃はね、全然もう全開ではいけないですから。まあでもダイナミックなサーキットでしょうね。当時の車、当時のレースっていうとすごくダイナミック。今の F1 マシンで走っちゃうとこの辺とかも余裕で全開で行けちゃうんで、そんなにあの面白くないコースになっちゃうかもしれないけれど、でここから全開できて、ここですね、この昔のこの橋があったここのコーナーがすごく危なくて、まあここでね、あの飛び出してひっくり返ってしまってっていうのもありましたし、で今の高速のコーナーからまたここずっとつながって、でここ登るんだけど急にこの最終コーナー出てくるんですよ。で普通にあの勢いで行ったら絶対ここ曲がりきれない、外出ちゃうっていうね、恐ろしいレイアウトですね。ザントホールとはこんな感じ。まあザントホールとに限らず、当時はこういう感じのサーキット、ね、設備っていうのは割とあのスタンダードだったとは思うんですが、時代の流れっていうのはすごいですね。でもコースレイアウトは当時からほとんど変わっていない。まあ、このロングコースはね、あの後半部分は全部違いますけど、前半部分は当時のままっていうのがすごいですよね。はい、こういった感じでザントホールトサーキットの歴史をお勉強してまいりましたが、今週末のね、F1 ではどんな2021年のザントホールトが見られるのか楽しみにしていただければなと思います。というわけで現場のヨネヤンでした。